激戦を伴う。悪雷天意、派手に暴れてやる。いかがでしょうか、曹操殿。この長州の降伏の証たる主公、お気に召していただけたでしょうか。あ、おやおや、酒が足りませんでしたか。すぐお持ちしますので、どうぞごゆるりと。これで良いのだな、書くよ。まずまずといったところですね。ではこちらも宴といきましょう。殿、うん、やはり小賢しい策であった。わしの命預けたぞ、天意。お任せください。古い真似しやがって。わしが何としてもお守りしたんだ。何をとっていいよ。うん、宴の座標にしては不審よ。女を抜けねば入らせても足りぬ。救うのはやはりお主だ。天意、こんなものまで用意していたと。当主はよほどわしを逃したくないと思う。僕らの陣は天使の動物を勝るとも劣らず。お、なんだこりゃ。ああ、いい、全部ぶち壊して進んで。とと一人で現れると面白い。わしが相手になってやる。見事よ、なけど、お主の武勇、わしが求める力そのものだ。程度ではわしを撃てはせんぞ。師匠、宋安民とはぐれてしまったか。無事であればよいのだ。この炎の中は迷ってるのかもしれません。何とかして助け出そうか。仕掛けを組んでおいた。注意して進むのが消耗
度の罠はものともしれない。思った以上に手強い戦いだ。悪雷の武威は悪雷の武威勝るとも劣らず。
なるほど、長州と連動してこちらを襲う三段か。ということは敵に劉兵の本体だ。長州はそのために時を稼いでいた。ならこちらも罠を仕掛けてみようか。長州と援軍を一網打尽にするため。何、敵だと思う。まだこちらは本体が来ていないというに。そうそう、動くか。よもや見つかってしまうと。こちらの準備は整ったかな。我ら劉兵軍の準備は整った。長州殿、無勢に転じるならば今ぞ。開門、開門せよ。今こそ劉兵軍と連携して曹操を撃つのだ。無石膏は皆やられたのか。そうそれがその間に伏兵など今いまし。敵はこちらの罠に。一気に押しつぶすとしようか。お前
一つ問う。お主、長州に主に準ずるか、それとも己が才、策に準ずるか。これは感じの悪い質問だ。才だ。俺は己の才と策に命をかけた。未練はあるが悔いはない。さあ寄ってくれ天衣殿。よかろう。かくよ、ならばその際我が元で震え。猛徳、本気か。天衣がいなければわしの命はなかった。こやつの英知、使い手があろう。それにしても見事な武勇よ天衣。お主は古の英雄アグラに比するやもな。いや